お疲れ様でした。疲したお疲れ様でした。<laughs> <laughs> はいということで、はい、THK ラジオ学類第249回のラジオ学類控え室あれこれ入ってもちょっと待ってっ大丈夫だったわ。<laughs> <laughs> よかったです。<laughs> <laughs> はいの非解説行っていきたいと思います。ここからのお相手は、はい、THK ラジオ学類長の吉川と。はいえー、今回パーソナリティー兼構成デ構成ディレクターでした、えー、総の浩と。 えー、T. H. K. 一年、今回、えー、珍しくパーソナリティしかやってません。ええー、望月です。よろしくお願いします。三人。三人です。はい。まあね、今回ね、ダンさん、お疲れ様でした。した <laughs> はい。P. K. 技術圏 A. D.。はい、めっちゃ、やってない。いで、でも、の、ナックさんもね。パーソナリティとそうそう。とーソナリティ。構成、まあ。すやね。<laughs> 最小人数なんじゃないか。<laughs> っていうね3人最初遂行人数ですよこれより下回ったら絶対無理ですよねもう技術兼パー兼構成 <laughs> <laughs> まあ年明けでねみんないないしまあそうだねしょうがないですね2年生みんな成人式行っちゃうしね <laughs> そうだね私もこれ帰省してたのから来て終わって帰省しますからね <laughs> また戻っていくと <laughs> い僕もね明日成人式なんであの収録時点では明日は成人式なんで <あー S 2> もう僕これ終わったらすぐ帰省を。 みんないなくなっちゃうね。はい。いなくなりますね。つくばから消えますよ。つくばにも誰もいなくなっちゃう。いないですね。じゃあそんな二人は埼玉に帰り帰るということで、一つ目の企画というかあそうだそうだそうだ調べてあのリレートークのはいはい見たい初夢はい一ふじ二だ三なすび四おぎ五たば六ざとですねの意味を調べたんだよ。はい。 ったら何にやらその1富士と4扇潮、はい、の扇と富士山がそれぞれ末広がりで子孫や商売などの繁栄、はい、<う>で鷹と、はい、えっと、うん、のえ鷹とタバコの煙はまあ上昇するということで運気の上昇を表していてで3つ目ナスビと、うんはい 六里頭、うん、まあ、その里が人の名前っていうらしいんだけど。はいはい、がけがないらしいので、はい、まつるつるなので。まあ、けがないと、けががない、けがないというのをかけてるらしいです。トマトでもいいんですね。そうなんだよ。だから。<laughs> そう。言ってたけどね。うん。 トマトでもいいトマトでもいいし、なんなら豆苗でもいい <laughs> パプリカでもいいし、<laughs> そうですね。ビーマンビ <laughs> ーマンでもいいです、ね。え、なんでもありじゃん。まあ上に登るものだったらなんでもいいです。意外につるつるだもんな。<で>な,なんでかなんでナスビ？分からん。<laughs> もなんかこう決めた時期に毛がないのがナスビだったじゃないですか。<ー>トマトとかひょっとしたらまだ日本に来てなかったか向こうから来る前だったとか。あるかもしれない。なるほど。 西洋から入ってきたもの。なんかそういうのあったんだね。なんかそういう適当に一富士二鷹三茄子とか言ってるわけじゃなくて。まあ、ごろい、ごろい。まあ、ごろい。確かにね一富士二鷹三トマト。いいじゃん。本当だ。別に悪くなかった。別に何の問題もない。いきなりカタカナ語入ってくる。じゃあ、来年はトマトを見ても、幸せなんだなと思ってもらって。 はい行きましょうはいで、えー、前半の企画がラジガクツアーということで久しぶりに久しぶりですね久しぶりですねうん、うん、あ2人が埼玉県民だということで埼玉の魅力をプレゼンしていただきましたはい、はい、いやいいねいいっすよ埼玉いいっすよ埼玉いいっすよこうなんかちゃんと地元の地元っていうか県民の話を聞くとねしっかりとした情報が その動物公園のこの時間は空いてるからとかこの時間に合わせて餌やりするみたいな情報があって非常に魅力的でした悔しいけどやったまあね埼玉はねこういうのがね伝わってないのが悪い伝われば魅力度ランキングなんてね1位2位争いまでいくから PR の仕方がよくないんですよね どうせ東京の隣だから人が多いしいいやって思っちゃうってる部分があってやっぱりこ情報発信力が他の地方都市に比べてなんか弱い気がしますよね、まあ、飲み込まれてる感はあるよね、うんはい、みんな、ね、通過しちゃうから新幹線で通ってる新幹線通ってますよ嘘ですよあれですよ北に行く新幹線は全部埼玉通っていきますからね、うん 新幹線乗ってるやつで埼玉なめてるやつは関税取るから埼玉なめんねよっつって通行料取るよそっかはい撮ってましたか取ってますでそんなわけで東武動物公園とか川越川越はいまあ川越は行ったけど僕その時ねあの 結構昔だ中学ぐらいだったんだけど朝ドラじゃなくて仮面ライダーの撮影やってた。撮影やってえ仮面ライダー W っていうののバイクライドシーンを撮ってたらしい。あの辺で撮るんとちなみに時の鐘に時計はついてないですからねだって鐘ですからつくので。 別に時計がこうでんってなるんじゃないですかこうあのああ俺完璧なんでビッグベン思ってましたよね完全にあっ完全な札幌のああ時計台あたそういえばそうだ時計台はなんか行くとがっかりする観光地観光地ランキングの上位ですよねそんなすごくもないみたいなまあただの時計台ですから別にだからといって周りに何かがあるわけではないけど。 なぜ <laughs> か有名になっちゃったみたいななん <laughs> でだろうなんでやろうね映画の舞台になったとかだったらわかるけど、はいあまあ、待ち合わせ場所に使えそうだよね八そこ八甲的なねはいはいはい、はい、なるほどなるほどた確かに八甲的な、うん、最初池袋の池袋を思い出したわああ 池袋かかりづらくないですあれって池袋熟知してる人だから行ける場所であって初めて池袋に行く人に「池袋で待ち合わせ」って言っても絶対集まれないですよあれは無理でんならこのシーズンとか池袋ね結構デコられてて分かりますあの多分この時期だとスキーの格好してると思うあっ冬もしでも僕一昨日行ったんですけど一昨日はまだ何もしてないです 池袋をアレンジされてるからそうですねたまに三等分かぶせたりしますね12月のね終わり頃そっかはいまあそんな待ち合わせなのかわからないけど埼玉の話じゃなくなっちゃっただいぶずれたわ北海道から東京までで最後が秩父秩父です行ってみたいな秩父 たことないいいいなななねね外にすはでよ行きたんか自分の両親が行っててこの前行ったっつってめっちゃ綺麗なな紅葉の写真を送られてきて「はいはい綺麗だな」みたいな「しょみじいいですね秩父」ライトアップ長瀞のところとか線路沿いライトアップとかしてたりするんで結構見やすくなってますあそこは車で行った方がいいのかな なんか電車そんなに時期にもよります一本道なんで渋滞をすると大変なことになるんですよ渋滞します時期はそういう時期に行くと渋滞しますなんで電車で行くのもいいんですけど電車は1時間に2本とかしてないのでそれはそれで大変っていうのもありますしまあでもよく考えなくてもあれだね TX もつくばからほぼ快速しか使えないじゃん秋葉に行くのは 一時間日本じゃん。はい、変わんないね。変わんないですね。<laughs> 変わんないや。でも <laughs> うん高いですよ。熊谷に抜ける方はすごい高いんですよ。電車が。ああ <ー S>。こっから木原と同じぐらい取られるんで。千三百とか。そんぐらい取られるか。そいぐらい取られる。確かそれぐらい取られるんで。 こうだったらやっぱり車で行った方がいいかもしれない。まあ反応の方だったらまだ安いかもしれないね。反応池袋方面から。そうでそっち周りで行くと、うんうん、そうです。割と抑えられるような話にな <laughs> 反応とかわかる人は、ね、<laughs> 池袋から行くところで池袋で、ね、から行っていただけると多分いいかもしれない。池袋所沢だと分か,んな分かるな。はい。反応っていうとあんまり分かんない。わかんないですね。分かるんだよななぜか俺は。<laughs> 使うんだよ、ね、たまにね<ー> <laughs> 反応駅とかああじゃあイルマショッアウトレットとかショッピングモール行くでしょそっちなんだよだから意外に秩父とか近いんだよ<ー>そのまま北上すればいい的な感じはあるからなんかさ控室でする話じゃないことしていいいいよあのさなんで小手差しってさ、はい、あそこ終点になってんの なんかところが終点とか分かるじゃ、ん<ー>なんで小手指なんだろうってっ。もう分かんねえよ。んなんで,なんです、ね。すげえローカルな話始まりました。あなんであいや、反応終点だったら、まだまあ、分からない。小手指ってなんで。ちょっと調べてみますか。はい、<度>調べようか。ここはい。はい。まあ、ここら辺まで飛ばした方も多いとは思いますが。<laughs> <laughs> こう。今までちょっとローカルな話が続いていました。<laughs> はい、埼玉なめんなよ。<laughs> はい、そんなラジオクツアー、まあ、い。まあ、じゃないけど、すごい。 魅力的だったので。行ってみたいという。意味も込めて、丸でした。ありがとうございましたお二方。なんかもう埼玉の観光大使にでも。なれるんでは。行ってきます。ぜひよろしくお願いします。あの埼玉県のお偉いさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こわっと待ってるよ。埼玉地も待ってるよ。はい。というわけで。後半いきますか。後半。 ラ楽類支援室のんか出張版的なねすごいですよねこれエンディングの指名のコメント先週のリレートークのお便りの紹介っていう何の説明にもなってないんですよこれいやんか結構さラジ学の企画ってさ企画名タイトルコールしてから曲入って企画に入るますだけどこれんか一瞬放送事故っぽいような感じのふうにしてるじゃんコーナー目ねえじゃんって思って作ってて。 じゃあこれにするかみたいな読んでて「あえこれでいいの?」って思いながらそうまあんでかという事情を説明するとそのラジオ筑波さんのその年末調整の話でその年末年始の方か年始の方の放送をちょっと前倒しで収録して納品したのでまあその分の。 リレートークがまあ読めてませんよという演出が収録できてませんよということでしたはいので先週は加藤のさんが1万円以内で買える面白グッズみたいなのをまあ紹介してくれたんですが今回はそれをまあせっかくなんで読もうという企画でしたで何がお米,お米あと魔法のカード オルタニーが,が,が出た魔法のカードとそうそうあと2万円。はいうこと1万円で2万円かけってどういうこと <laughs> ここ一休さん呼んだ方が早いけど <laughs>、ね、トンチの世界トンチの世界 6B の鉛筆 <laughs>、ね、あれ筆ペンですからね。 インクなんですよねまだ濃さはね濃さの話だから濃さとか筆圧とかなインクはどうやったって真っ黒でしょ 6B のインプ 6B ってグッてやったらポキンいきますよねめっちゃ柔らかいもんなあれそうですあれ多分結構太いでしょ 6B 太いですだから筆ペンもめっちゃ太いあれを使ってるんじゃないかなって思っていましたでそれで何魔法を描くみたいなあれですそう魔法ード。まあなんかいろいろね 僕とモチーさんでやってきて、はい、圧倒的得力の差を見せつけられてしまったんですけれどもさあダンさん何、はい、かはい、控え室ンさんに順番回ってくるわけですよ。はい

1万円で買いたもの鳥の白製どんな鳥までだったら1万円で買えるのかいや別にそんなことない鳥年だからってことですよね鳥年だからなるほどはいじゃあまあねこれでキーワードは何ですかキーワードはじゃん鏡餅鏡餅を使ってその鳥の白製が欲しいみたいなことを1分以内にトークしてくださいよいスタート はいい、えー、ラジオネームダンダンさんありがとうございます1万円で欲しい買いたいものということで「鳥の剥製」で1万円でどれぐらいのレベルの鳥が買えるのかということですけれども、まあ、今年、あのー、鳥年ということでね、まあ、鏡餅をみんな飾ると思うんですがまああれ餅「餅餅みかん」ってなってるんですけど、はい、まあ縁起がいいんでねあのみかんのところを今回鳥の剥製にね変えてみようということで <laughs> まあそんな大きい鳥は乗せられないからまあ スズメかツバメあたりのまあ白星をまあ鏡餅のねカワセミがいいかな綺麗だからねなんか縁起良さそうだしね <laughs> あのを鏡餅のてっぺんに、えー、添えてみてはいかがでしょうかどうはいいでしょういいでしょう全然綺麗に十五秒ぐらいですよでもなんかカワセミってこう水面にガーって下って魚取るイメージありませんああるある。 どちらかというとこう上昇よりも格計のイメージが強い<ゃ> <laughs> アウトでしたあかんあかんこれからそのこれから魚を捕るカワセミの形の剥製をお持ちにさせておくそれだけの野心を持ってみたいな <laughs> そうそうそうだから今いろいろ調べてるんですけど<回>、はい、そうだな身近なだとカラスの剥製ある、はい、あるんですよ、はいうん、でこれ多分し中 新品かちょっと分かんないんですけどそれでもカラスで8万9000円めっちゃ高っでもカラス結構大きくないダメそういう体の大きさではない大きさもそうですけどそれと同時にこうレア度ってその相乗な気がするんでカワセミ無理っぽいかスズメもありますよはいスズメ4万円タッカーえない。大きさ下がったら安くなってますカー。 でも、スズメ無理だったら、他無理だね。その後は、こう、今のところ見てるのと、一番高いのだと。袋。ああ、高そう。大体名前。レア度的な、あれとかもある。二百五十万。そんな高くない。あ、そんな高くないですか。二百五十万だよ。なんか、三十万らしいです。あ、三十万。そんなもんで買えるんだすか。袋。あ、意外だね。意外、なんか。 袋とかレアだしししでかかい高そうななイメージありましたけど、ねうん,なんかもうこの前の福袋で金の七福神セット7,777 77万で出てるからなんでもいけるわ <laughs> そうですね、なんでも買えるわっていう,うオークションだとねもっと安いのたくさんあるよ、ね、あーるオークションって全然1万円以下,全然万円以下いけるいける全然いきますオークション戦争に勝てば剥製 <laughs> の戦争ってどうなんですかね怒るんだ <laughs> <laughs> きないと思うなかなか剥製のオークション手出す人いるんいないと思うよコアな人だろうな,コアな、ね、それこそね野鳥の会みたいな<ー> <laughs> 野鳥の会は嫌であることに意味があるじゃないですか <laughs> ねーー <laughs> ただのって剥製になってる時点で野鳥ではないというだと思うんですけどねどうなんでしょう なんかまた白星トークになっちゃいましたね。なんか全然また違う話していいですか。はい。全然違うよ。はい。この間紅白やってたじゃないですか。いやちょうどかいだ。そうなんかあの会場審査員の観客のあれすごくない数えの。あれすごいですよ。毎年ねやってますね。アザブ大学さんのねあれえ本当に数えられてるのかね。ですよねでも本当に数えてなかったら意味なじゃないですか しかもそんな時間かかってないしねすぐにハイライトやってもすぐだもんね何で測ってんだろうカチ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 カカカチカカ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 カ人カカ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 カかカカ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 カ なるほど。逸れたね。確ね。全然関係ない話でした。まあ野鳥つながりぐらいしかないわけでしたが。はい。後半そんな企画でお手紙ありがとうございます。ありがとうございます。というわけでと自主のエンディングかな。はい。エンディングですね。自身のリレートーク。埼玉の好きなところ。好きなところっていう。 ゼロツーかな。それはないですよ。さすがにね。さすがにないですよ。怖いってるけどね。僕もお隣お近くお隣さんでね、よくしてはもらっているので。はい。ていうかもうほぼ埼玉じゃん。ほぼ埼玉ですよね。ほぼ埼玉だけど。でも埼玉だわ。もう裏すぐ行ったら埼玉だ。いや。どんなお隣来るんだろうね。例えばなんか関西の方とかの人ってさもう。 言うじゃんなんか関関東の違いがよ,よくわかんないみたいなっいるじゃん、ね、東京がどんってあるけど他<ー>みたいな確かに関東の人間からしてもわかりづらいですよねこうどこまでが大阪でどこまどこからが和歌山なのかみたいな、ね、ああそこも区別は俺もわかんないの三重とかそこら辺のなんか、ね、<laughs> <laughs> ごちゃっとしてるイメージある境界線がそういう人たちの意見でね,ねまあ出るかどうかすらが、はい 怪しいところではあるけど。いやっててくれよ。<laughs> <laughs> ぜひぜひよろしくお願い,いします。すお願いします。何どうぞお願いいたします。はい。自分たちが思う好きなところとかある。埼玉,埼玉,埼,玉埼玉の好きなところ。どうだろうな。でもなんかあのー、都会とこう住宅地がなんかいい感じのバランスを保ってんのがいい好き。あ とうちの周りだけなのかもしれないんですけど、うん、坂が少ないイメージがありません。埼玉でもそう自分の自宅のところも坂ないわ。ですよね、駅から自<う>寄りまで。つくば来て思ったのが結構坂が多いなって思っあ、確かにそうかもしれない。チャリー漕い出てこうあやばいきつい坂だって思った たことが自宅の周りであんまりない気がして。そっか、そっか。それを考えると、こう結構さ。埼玉の魅力なんじゃないかな。もちろん秩父の方だと山なんで山はあるんですけど。西の東の方に行けば。まあ、少ない。割と平坦な道。なんで。そこが魅力かな。すげえ、万民の意味で、そこが魅力かな。まあ、山谷。を味わいたくない人は、じゃ、是非とも。のあ、日々のストレスを感じたくない人はね。はい。 はい、移住してみてはいかがですか。はい、ダンスはどうですか。うんー、なんだろうな。そんな行かないかな。<laughs> <laughs> すぐ裏ってさっき言ったわけじゃん。<laughs> <laughs> すぐ裏だね。うん、そんな映画見に行くのは埼玉だけど。うんうん、まあ、何かな、あのー、池袋。らへんに行くときに、うん。はい。飯能駅から。半洞駅発の <laughs> 乗れば。まあ、確実に席に座れることだなあ。なるほど。 すごい頑張って絞り出したかじありますね。こう別に埼玉である必要がないのじゃない始発駅であるだけっていう感じですかね。なるほど。あとあれかな浦和レッズは応援してるうちは鹿島に大逆転されたね鹿島も茨城だから何とも言えないけどね今茨城に住んでるわけだから。 まあそれぐらいかな。そうですね。まあ各々の他の人の意見も聞けたらいいかな。ぜひよろしくお願いします。お願いします。というわけで次週は250回。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ早いですがおめでとうございます。ということで全然早いです。ままだ謎に包まれていますが。何やるかはまだパーソナリティも決まってはいますが。教えられています。まだシークレットで。行きたいと思います。はい。お楽しみにしてください。楽しみに楽しみに。 よし、いい感じの時間だ。やったー <laughs> ということでここまでのお相手は THK2 年の吉川と THK2 年蒼野幸と THK1 年望月でした。それでは皆さんさようなら,ーうならー !3 人。3人3人